おはようございます。手のこの囲ったところをなんとなくしてそういうなんか能力設定あった方が、そうそう、右手に多分違うあるんでしょう。楽しくないですか？ね、なんかいいな。ねえ、すごいですよね。ハリウッド映画みたいな。はい、はい、ありがとうございます。入ってきて、ようやく別の人にたどり着いて、時間を戻す。あ、なるほど、はい、シュッて開けて、どうぞ。あ、はい、部長。ありがとう。はい、ありがとう。ちっちゃい子とか真似してほしいですよ、ね、パパ、僕がこれやったら止まってないみたいな、やってほしいですよ、ね、はい、パパが大変だから。パパが大変、はい、めっちゃ言うっていうのもありですゼロゼロゼロ。いやなんかこういうのはめっちゃ言った方がいいよ。どうせ言うならなんか、うん、よーい、スター。はい、ゼロ、はい、ゼロ、はい、ゼロ、はい、ゼロ。はい、カット。はい、はい、魔法使ってる気分が、うん、ちょっと見てみます。なんか出る感じ。逆に聞き取りにくいなってなったら減らすか。楽しいですけどね、なんかリズム良くて。あ、でも、うん、運狙いの方が決まった時にカーンってなる、うん、気持ちよくいけば確かに。ドーン、これですね、うん、ちょっともう練習すんのやめよう。成功したら笑っちゃいそうだな。かっこよく見てください。かっこええ。よーだ。落ち着いていってみよう。カット。やっぱ笑っちゃう、やっぱ笑っちゃいますよね、これね。成功するとかっこいい。顔も決まりすぎ。顔も決まりすぎ。だってできると思ってないから。俺誰も思ってない。あ、できた。自分でも驚いてる。ありがとうございます。じゃあちょっと、拍手。よーい、スタート。はい、カット。はい、カット。はい、カット。確認します。はい。はい、の撮影以上になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、なんか面白かったです。今までにないこう経験といいますか、ギミックというか、はい、なんかいい緊張感があって面白かったです。ちなみにどの辺がこう面白かったっていうか。やっぱなんですか、フローズンタイムと呼ばれる、まあ僕がコカ・コーラをプシュッとやると、みんな現実がこうストップして、僕だけがまあ動いているっていう、なんかまあ魔法使いのような、なんかそんな時間の表現なんですけど、なんか自分以外が止まってるのって面白かったですね。うん、不思議ななんか感じでした。なんかエキストラの人たちとちょっとお話しされてましたけども、はいはい、なんかちょっとそっち側でやりたいみたいな。いや、なんか止まってるの楽しそうだったんですよ、みんな。なんかみたいな、なんかそれぞれこう決まったポーズの中でいかに動かずいるかっていうのが、なんか楽しそうだなと思います。
もし須田さんが止まるとしたらどんなポーズしますか？どんなポーズ、でもあの釣られてるのいいですね。あの書類バーってされた子たちがこうなんかちょっと宙に舞ってるみたいな、すごい腹筋使いそうですけど、なんか、うん、あれいいですね。で、まあ、あと CM 最中にも、まあ、監督さんとのいろいろやり取りとかありましたけども、ちなみにどんなことを話されたりとかされたんですか？そうですね、そのまあキャラクターのことであったり、なんかまあそのすごく音楽もスタイリッシュで映像もかっこいいし、あのオフィスもすごくかっこいいんで、どの感じで俺がやると馴染むのかなっていうところを、はい、ずっとお話してましたね。どんな方、でも意外とちゃんと飲んだことない人多いんじゃないかなと思いました。そのコカ・コーラのイメージがあって、なんかあのまあもちろんそのゼロだからっていうその、成分的なものもあるかもしれないけど、普通にこのコカ・コーラゼロの味が好きっていう人多分多いから、うん、ぜひみんな、みんなですね、特に若い子を含め、うん、ぜひ飲んでみてほしい。なんだろうな、やっぱこう運動後とかちょっと糖分欲しい時は赤い感じだと思うんですよ。じゃなく、なんでしょうね、もっと日常な時の方がコカ・コーラゼロな感じがするかな。そのお芝居の現場 の、 そのスタッフさん用のパーカーとかのちょっとしたこうロゴのデザインみたいなやってたんですよ。めちゃめちゃ楽しくて、でそれこそこのコカ・コーラのロゴとかっていろいろ調べたんですよ、俺。そこからうわ、なんか昔がこうでとか、今ちょっとこう変わっててみたいなとか、カタカナ表記はこうでみたいなの面白くて、ちょっとなんかちゃんとしたそういうアプリ取ってちょっとやってみたいなっていうのは最近思ってますね。じゃあもしかしたら今後ちょっとコカ・コーラのなんかロゴのデザインとか、なんかいや、そんな大それたことを僕に任せちゃいけないですけど、でもなんかそういうことですよね。なんかちょっとしたグッズとか、うん、考えるの楽しいなって。すごい奥深いんですよ、いろいろ、うん、時代によっても変わってて、でなんかそのやっぱり色彩とか形による人のその印象の残り方みたいなのも全部入ってて面白いなと思いましたね。でも最近だと銭湯とかですかね、はい、サウナ入って水風呂入ってみたいな、一番リフレッシュできますかね。なんかおすすめの入り方とかあるんですか？でも普通にあのサウナ大体10分ぐらいですかね、入って水風呂1分を2回3回繰り返して、僕がよく行くとこはなんかちょっと休憩できるとこあるんで、でもその後ちょっとフラフラになっちゃうん で、 でこう横になって目つぶって体がグワングワンしているのをこう感じるとすごいスッキリしますよ、うん。まあ、お風呂上がりには、まあ、その時はいや最高なんですよ。それこそコカ・コーラゼロが最高なんですよ。でも興味がなんか止まんなかったですね。その本当に世界が一気にファッて広がった感じだったんで、もう何から好奇心向けていいかみたいな、でとりあえず一個一個好きなものからこうバーッと掘っていっていろいろ聞いたり学んだりして、で最近だんだんその最初に興味が出なかった次のものにやっと最近なんか焦点がこう合ってくる感じで、うん、なんか面白いですよそこは、うん、いっぱい知らないことあるなっていう。須田正樹です、こんにちは。いわゆる高校出て大学を出て就職という道とは違う社会人のなり方というかだったので、本当知らないことが多くていろいろびっくりしましたね。
だから驚くこととか、そんなに社会して大変なんだってこともいっぱいあるでしょうけど、なんか自分より長く生きてる人の話をちゃんと聞いて、楽しんでいけばきっとハッピーだと思います。おはようございます、菅田将暉です。コカ・コーラゼロの新しい CM が出来上がりました。それではどうぞご覧ください。こんにちは、菅田将暉です。コカ・コーラゼロの、新しい CM が出来上がりました。それではどうぞご覧ください。